さあ、はい、何にしようか。定食3つもあんねん。これ大丈夫、この値段で出したって。大丈夫なんですかね。ほんまに250円なんか、はいはい、250円ほんまに分厚い。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、やっぱりね、はい、安くて美味しい定食を食べよう。定食って好きでしょ。僕めっちゃ定食好きなんですよ。やっぱりあの定食屋さん巡りとか大好きなんですよ。その中では僕の定食屋さんでやっぱり好きなところといえば安くてうまい。どんぐらい安いですか。安いってもうね、坊ちゃんの目ん玉がねこんぐらい飛び出すぐらい安くてマジうまいんでね、ぜひとも行ってみましょう、はい、ということでね、こちら元屋食堂さん、ここでね、はい、美味しい定食食べていきましょう、はい、行くぜ。ふっと久々のこの定位置僕のね、ほんまですね、うん、ということで今日は何食べるか、ちょっと見に行こう。身代わりがあるから、ね、行こう。さあ何にしようか。定食3つもあんねん。どれかな。1番めっちゃ安い、これ250円、はい、で100円、350円。そうですね、だし巻きもあるし、豚肉な、僕はやっぱりカツかな。カツですね、うん、カツいきましょう。はい、やありがとうございます。はい、ということでこれが250円。めちゃめちゃ安くない？これで250円で、ほんで100円やで、うどん。うん、100円、ネギも入ってめっちゃいい香り、よだれ出る。よだれ、ということでいただいていきますか。いただきます。まずはうどんから。やっぱスープが先行こう。あ、うまい。うどんってめちゃうまない？うどん美味しいですよね。うん、定食って言ったらうどんやん。ほんまですね。うん、うん、おいしい。カツ丼いきます。結構だって結構あるですね。うん、ある。うん、おいしい。うん、しかもさ、はい、見て、ほら、ほんまですね、うん、あ、大盛りぐらいある。大盛りぐらいある。これ250円、めちゃめちゃ安いです。そうですね、お得ですね。うん、おいしい。家庭のカツ丼って感じ。あ、うん、あ、なるほど、うん、お母ちゃんが作ってくれるやつですね、うん、あ、なるほど。おいしいわ。優しい味付けで今日の日替わりめっちゃお得、うん、そうですね、350円ですからね。うん、もうびっくりしました。初めて来たけどここめっちゃ安いでしょ。安い、やばいねんって。うどん100円ってそうっすよね、うん、ないっすよね。ない、しかも半分とかちゃうで。うまいっすね。うん、うん、おいしい。うん、最高。幸せそうな顔ですね、うん、このさ、玉ねぎがさ、美味しいんだよ。あ、玉ねぎが、うん、玉ねぎ、ほうほうほう、ね、このほら、下にもいっぱいある実は。うわ、うん、ほんまに250円なんか、はいはい、250円ほんまに分厚い。そうですね、うん、これ大丈夫、この値段で出したって。大丈夫なんですかね。おー、はい、うん、うん、美味しそうに食べますね、ほんまに。あれ学食なんかより断然安いから。ほんまですね、うん、まあ、激辛は苦手やねんけど、はいはい、ちょっとうどんにもこふんの付けやん。こんなもんだよね。あ、こんなもんで、はい、ちょっとやね。気になりましたね、僕今。うん、どんだけ入れるんかなって気になりましたけど。バカやろ、そんな入れへんわ。下が外れろ、下が外れろ思ってたけど。こんにちは。ちなみに元屋食堂さん、お持ち帰りからできて、はいはい、まあ、坊ちゃん今日頼んだやつこれやねんけど、ほら、これ定食をお持ち帰りできるという。ああ、そうですね、いいね、うん、ああ、脂身うめえ。出ました、脂身うめえ出ました。ここのカツ丼ほんまにうまい。ああ、うん、今まで食べたことなかったけど、おいしい。これ250円ってほんまにちょっとあかんと思う。そうですね、うん、びっくりしますよね。だいぶ頑張ってたよ。社員食堂でもこの値段ないよね。なかなかないですね。ないよね。はい、ないです、ないです。いい組み合わせですね、カツ丼とうどん。丼物とうどんってやっぱ最高なんで。そうですね、うん、はいはいはい。
やっぱ汁物欲しくなりますもんね。絶対いる、ね、うん、冬場も欲しいけど夏場も欲しいっていう。そうですね、うん、どっちかというと、まあ、夏場はあれですね、うん、塩分補給的な汗出るから、うんうん、感じる。よくさ配達行ってさ、でっかい工場とかやったらさ、はい、お昼時さ食堂あるやん。ありますね。そっからさ換気扇からさうどんの出汁の匂いに寄ってくるやん、はいはいはい、めっちゃ腹減るやん。あ、わかりますどこに食堂あるのか探しますもんね、うん、とりあえずお前、ほんでそういうとこな関係者以外立ち入り禁止やね。そうなんですよ、キーンってなるんですよ聞いたらキーンってなるんですよ。10時ぐらい行ってももう仕込んでるから匂いがしてんのよね。そうですね、まあ、うん、うまい。やっぱ来てよかった今日ね。すごいですね、うん、久しぶりに。まあ柴さんは久しぶりですけど僕初めてですからね。びっくりしたでしょ、値段設定。びっくりした、はい、びっくりしました。おかしいでしょ値段設定、はい、この値段で日替わりで、うん、この値段もしかもここ日替わりいつもほんまに変わるから3つ選べるやんか、うん、で毎回変わるやん、ね、毎日でも飽きへん。そうですね、うん、はい、ほんまに普通さ安いとかって A 定食 B 定食みたいな感じで決まったやつあるやん。それをまあ決まった値段で出してるっていうのはあんねんけど、はい、ここみたいに日替わりで3つ選べて、はい、全部450円以下。そうですよね、うん、すごいですよね。だってお作り定食でも380円やねんで。おお、お作り定食ね、うん、はいはいはい。いや僕あれですよ、デブやから、うん、お作り定食もいいんですけど、うん、どっちかというとこのボリューミーに見えるカツ丼とうどんの方がいいですね。うん、炭水化物で合わせていくとかないな。そういうことです。そういうことが、はい、まあ仲間やな。そうなんですよ、うん、なんかね、ほんまにほら置いてんねんね、残ってるわけじゃないからな。ですか、これ、え、最後のお楽しみやねん。あ、これですか、うん、意外に見えなかったです、うん、残してるのが見えなかったです。あ、そうなん、はい、まだまだカメラワークになってないね。まだまだ駆け出しですからね。駆け出し冒険者、はい、ポー、うん、何何いや、何もないです。え、何思いつかなかった何思いつかなかった僕の AI が追いつかなかったです。あ、AI、はい、それ AI の AI だね。ゼンマイじゃない、それゼンマイです。ゼンマイやるな、はい、よかったよかった、びっくりした。ネジがね、はい、AI に対する冒涜かな思った僕のあれですよ、んリーディングってずっとなってますからぐるぐるずっと待ってノイローゼなるかやめて普通読み込むねみたいなそれローディングな。あ、ローディングリーディングローディングじゃないの。ローディングなんですかね、うん、僕ずっとリーディングって読んだいや、ごめん、適当に僕話合わせちゃった。リーディングって何かわからなくて何のことやなと思って適当に話合わせたらよかないでローディングやんそれみたいな。失礼しました。ずっとリーディングリーディングってバレますね。あるあるあるよ、はい、うん、たまにあります。あるよ、はい、ね、横文字使ったら僕らアホやからわからない。そうなんですね、純和風なんで、うん、和風です。和風です。米で育ってるんで。おいら細かいことはわからんけ、すいません、自分不器用な男で誰の真似つか分からないじゃあ最後いただきます。うわ、綺麗に、この端っこ絶対美味しいから。そうですね、うん、ほんまに3分の1ぐらい油ですからね、うん、何やねん油の量の話せんでやっぱ豚の油美味しいですよね、甘くて、うんうんうん、分かるんすよ、うん、だって丼は、はい、牛カツじゃなくてやっぱ豚がうまい。そうですね、うん、油も美味しい、油も美味しい。どんぼりに何気に柴さんの顔ぐらいあるんですか。僕も怖顔になったもんやな。ああ、うん、まあ、今隠れてましたよ。マジ、うん、なんか優しいやん、もうちょい仲良くしようか。そうなんですよ、うん、もっと仲良くしよう。ノーコメントでしたけど、なんでやねん、そこはなんでそこまで人を上げといて急になんか引き離すねん。いやだって今もう一回出汁飲んでくださいよ。え、何、顔隠れますから。髪の毛しか出ないですよ。ほら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 、眉毛だけ出てる。それさ隠れてるって言えへんよな。ここ全部出てるって言うやん。そっから上出てるんですよ。それ隠れてるって言えへんやん。いや、顔、目、鼻口隠れてたら十分じゃないですか。なるほど、ハンデやね。ハンデ。ありがとうございます。よし、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。このちょっと汗出る感がいいよね。あー、なるほど。汁物食べて、こっちがさ、ちょっと塩分あるやん。あ、こっちが甘いやん。はい、はいはい、ね。この組み合わせのこのローテーションで、円筒身していったらもう。そうですね。ベビーになっちゃうね。本当に。でも汗かくから大丈夫です。せやな。塩分出るから。あ、違いない。夏場だけ。いや、冬場も汗出るから。
デブになったら夏冬関係なしにご飯食べたら汗出るから。あ、そうなんだ。大丈夫、暑いです、安心して、はい、みんな安心して食べに来て。さあ帰ろう、今日はご機嫌、今日はお疲れ。どうでした、目ん玉飛び出した？飛び出しました。そうやろ、はい、だってワンコインでお釣りが来る。そうやで、ワンコインでだって350円やで、はい、350円でお腹いっぱいになんねんで。そうですよ、おかしくない？もうだってあれじゃないですか、350円より駐車場代の方が高いじゃないですか。そうや、400円や駐車場代400円ですよ。どういうことなんこれ。いや素晴らしいね、こういうなんか食堂、はい、あの定食屋さん、ほんまにね潰れんとねやっていってほしい。そうですね、うん、やっぱり、ね、こういうとこ最高っす、地元で愛されるとこなんでね。そうですね、ぜひとも皆さんお腹空いたら行ってみて、毎日行ったら財布たまるよ。ほんまですね、絶対たまるよ。ということでラーメン行くか。これしたら財布どんどん薄くなるんやで、わかるか。あ、ほんまですね、あかんぞ。はい、じゃあね、早く行くで。行くんかい。え、今財布に優しい言うてたのに。今食べんと帰ってもね、はい、どうせ帰ってからねちょっとお腹空いてね、はい、夜中に食べるでしょ、はいはいはい、それをすることなら、はい、今から行って食べて帰った方がマシよ。いや結局多分また夜中食べますから。ならん、行こう、行きましょう。